こんにちは、手作り倉庫です。の棒針好きの皆さん、私はですね、棒針編みはもう本当に初心者もいいところで、もう何も知らないんですね。それでこうやり始めたらすごく面白いのに、どうして知ってこなかったかなと思ったら、考えたらね、私もずっとお仕事してるし、そのじっくりその編み物をするっていう時間、ほとんど本当に今までなかったの。それと今回自粛が今あって時間がたっぷりあるもんですから、まあ、この際も編み棒針もやってみようというふうに思い立ちまして、で、いろいろやってみています。それで今までね、私が、まあ小さい時から覚えた編み方の裏編みが、この下からこう何ていうか、針を上にこうかけて、そしてすくってくるっていう、まあ、いわゆるおばあちゃん編みとしてご紹介されてる編み方なんですね。この裏編み、これこうして、でこれでずっとこう慣れてきたから、これでまあいいかって、これで編んでる世界の人もいました、いろいろ見たら。ところがね、綺麗な編み地で、すごく素敵な柄で編んでる人たちのを見ると、これじゃなくって、やはりね、山掛けなんですよ、こうして。でこれはやっぱりここでもうこの際直して行こう、編み地も見にくいんですよね、掛け目したりこう伏せ目したりしてるのを見てると。ですからまあ直したいなと思うのと、これがね、こちらで作ると反対なんですよね。この表目になる時に、メリヤス編む時にこれが反対になるんです。ここに入れないで、ここに入れないといけないですね。これ山掛けしたところがいいんですよ、こうして。もうちょっと近くにしますね。この山掛け、これ山掛けしたところはこうして手前からすくえるんだけども、おばあちゃん編みっていう昔からやってた編み方すると、こっち側、向こう側をすくわないとメリヤスがひねってしまうんですね、ここ、これで。こちらからはまあすくいにくいっていうか、ここね、もちろんこれでは間違いではないということにがありました。世界もいろんな編み方してまして、今回いろいろ調べまして、それでまあ、この際だから直すので、いろいろもう本当にたくさんの動画見まして、それでどうしたら綺麗な編み地としっかりした編み地が欲しいんですよ。なんかこうでグスグスっていうかな、どうしてもこうグスグスになりやすいので、私の編み方が、でしっかりした編み方をしたいっていうふうに思いまして、いろいろ調べまして、で全く日本では紹介されてない編み方、アメリカ式として、こうしてこう針にね、糸をこう右手に持って針こうしてして、こう右手に持って針をこう糸をこうかけるやり方、これは結構日本でもやってらっしゃる方多いみたいなんですけど、私はもうこれちょっとやりにくいかなと思うんです。どうしてもこのフック、この、ね、左指フックにかけて編むという編み方が、まあ、やりたいなというところで、いろいろ調べてみました。そうしましたらね、こんな編み方があったんですよ。これ表編みでまず編みますね。こういう編み方です。だから全く概念が違うっていうか、人差し指をこうして伸ばさないで、中指と親指でこうして支えてやりますよね。日本の編み物のほとんどはこれ、フック式はアメリカ式はまあ割と一般的ではないで、これが普通にこう編まれてる編み方っていうかな。これで表編み。ところがいろいろ見ていきましたら、どこの国の、そのどこの県、北欧だと思うんですけど、人差し指と親指でこの針を挟んでこうなってます。一緒、これは一緒なんですよ。こう小指のところにこれまずかけて、そして人差し指にこうしてかけて、そして左の針を
人差し指と親指で挟んじゃうんですよ。そして親指はこの目の下にあって、人差し指はこの次拾う目を支えてるんですね。こうしてちょっとお写しにします。こうして支えてます。でここに針を入れる、表編み、これそしてすくうで抜く。この時にこの人差し指の指の腹でこれが支えられてるんです。これして、でこれ離れないんですよ。離れる人もいます。時々離れてもいいと思うんだけど、こうしてすくう、こうしてこの指のところをこうなぞりながら針、右の針がで抜く。この編み方をに出会いまして、今まではね何気なく見てたんで、今まであんまり棒針のこといろいろ調べはしなかったので、何気なく見てて、なんか狭いちまちました編み方だなぐらいの印象だったんだけども、これを一応やってみたんです。私そしたらもうこれがなんと快適で、でもうこれに今夢中になっちゃって、私ね棒針編みをねできたら自分のものにして、小町で売り出したグラデーションモヘアを棒針で素敵なレース編みみたいにしたいのと、もう一つ可愛い孫がいまして、女の子の、その子がね腹ペコ青虫の靴下が好きで、もうそれは履いてるんですって。自分で履けるようになったんですよ。またちっちゃい手でね、ぎこちない手で靴下履くんですけど、まあ、それがもう可愛くて、まあ、皆さん孫は可愛いでしょ。それでその子に腹ペコ青虫のセーターなりベストなりを編みたくって、それで棒針編みでね、それでねもう何とかして自分のものにしたいっていう今考えているんですね。でまあこれ先ほどのやってたこれね、こんな編み方がとっても気に入っちゃったんですよ。この何がいいって言って、編み地がねしっかりするんです。グスグスしない。私はどうしてもグスグスしちゃう方なんですね。まあ、この編み方をね、私が多分他に日本でやってる人いなかったから、まあ、YouTube でですよ、まあ、検索したところではいなかったからご紹介するけども、他にやってる人いるかもしれないの、そんなこと常識ですよっていう人もいるかもしれませんけど、とりあえずまあ YouTube では多分ご紹介してる人いないと思うんですよ、日本でね。でまあちょっと紹介しておこうかなって思ってるんですけど、今からいろいろ話をしていきます。これ今表編みをしました。でこの時ね表編みはねどうしてもこうきつくなります。この編み方はもうこれはしっかりするけどきつくもなる。でここはやっぱりこの編み方でする場合は、右の引っ掛けた時の右手にこう持ってくる糸の加減、これ一緒ですよね。この時も糸の加減は一緒、テンションですから、この加減はやっぱり考えて自分なりにこう、あ、これならいけるっていう風にしていかないといけないと思うんだけど、ここね、こうしてすくう、すごい安定してますよ、これやってみてくださいね。こうしてすくうで持ってくる。でこの時に糸を少しこう引っ張る加減っていうかな、ここを少し考え、自分なりにこのぐらいのテンションで編みたいっていうところをさ、まあ、探っていくっていうか、自分で考えていくっていうかしないと、これをねしっかりね、ここもしっかり引っ張っちゃって、こうしてやったらものすごくきつい編みになっちゃうんです。もうこれ一玉を5回ぐらいほどいては、編みではほどき、編んではほどき、やったんですけど、こんな風に編んでます。こうしてで、これ時々こう離れる時もあります。こうして離れても、でもここにこの次編み入れる目と目がこうしてこの人差し指で支えられているので、ものすごく安定してますこれ。でこれがなぜ私がこの編み方に目が止まったというと、
この編み方してる人たちみんなものすごく綺麗なんです。編み地が綺麗、メリヤス編みでももう機械で編んだみたいに綺麗なんです。でしかもいろんな編み方をしてらっしゃるんだけど、その編み方もものすごく複雑なものも綺麗に揃って編んでるんですね。でだから私もまあ真似しようというふうに今思ってるんですね。次にこの同じ編み方で裏編みをしていきます。で裏編みもまあ同じなんですけど、こうしてかけるのと同じなんだけども、すくい方は同じなんだけど指をやはり先ほどと同じように親指はここ、人差し指はこの針を挟むんですよ、こうして。で、糸はここにかかってて。で、裏編みですから糸は手前。で、こうして持って、常に持ってます。持ってるけど、こう、山にすくう、そうして、引っ掛けてきて、する、こうして、次の針、右の針に移す。これ同じなんですけど、この時に手が、これだ、ここで離れるだけなんですよ。だからいつもこの指はここにある。ちょっと見た目窮屈なんですよ、これ。これさらにもしこれ参考にしたい場合は、さらにこれを遅送りにしてみてください。こうして写す。入れる、ひねる。このひねるのは一緒ですよね。こうしてかけてる時でも。こうしてひねる。で、これがね、ここにあることで、この針の長さ、糸引け、テンションが、すごく安定してます。これ慣れてくると本当に見なくてもやめるんじゃないかと思うぐらい安定してます。裏編みの場合はちょっとここで離れますよね、指が。でもまた元にここに戻る。で次の目を支える。次の目を支えながら針を入れる。これをだからね、こちらの指、一般的なもので言うとこちらの指でこれテンション支えてますよね、糸を。で中指で この次の目を支えてるっていうことは、親指、中指、人差し指、3つの指に神経がいってるっていうことなんですけど、この編み方だと主に神経、主にですよ、こっちだって神経いってるんだから、主に人差し指と親指の2点支えで編めるっていうことなんですよ。でこれがね、編み地が綺麗じゃなければ、私も今まで の日本の一般的な編み方で一生懸命練習しようというふうに思ったと思うんですけど、この人たちの編み地があまりにも綺麗だし、しかもね、しっかりしてるんです。編み地がきちっとカチャッとカチッとしてる。それが私すごく気に入って、これにしようというふうに今考えてみていて、それで皆様にご紹介しています。次に一目ゴム編みですから、表編み裏編みっていうのにこの編み方がものすごくね、有効っていうかな、いいんです、良かったです。これ、表編み裏編み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 、表裏、表裏、表裏。こうして一目ゴム編みがこの距離がなので、すごくね、安定して、こう同じテンション
同じテンションで表と裏が編みやすいっていうか、特にこのゴム編みなんかに表裏表裏ってこう編む場合ね。でまあその世界でこれを編み方をしているたくさんの人たちがの動画を見ましたけど、いろんな難しい編み方してるんですよね。掛け目したり、それから増やし目ももちろんしてるし、でもちろんセーターとか、着るもののね、減らし目増やし目を、まあ、すごく複雑にいるもの、そこに柄の入ったものっていうのも本当に綺麗な編み地で上手に編んでるっていうところで、私はちょっとこの今この編み方に注目してるんですね。でこれまあ紹介してするということについてちょっと悩みました。実はこれを皆さんにこう本当に紹介していいものかどうか、まあ、いろいろ見まして、でもしこれをまあプロの方が見られたり、今までこういろんなものを編んで、セーターも編んでるよ、もう何でも編めますという人たちが見たときに、いやこれだとこの編み方だとこの辺がこう都合悪いなということがもしありましたら、そこはね、まあ、教えていただけるとありがたいかなと、まあ、見られることはないかもしれないね。熟練してした人が私のこの棒針の動画を見るとは限りませんし、見ないと思うけども、もし気がつかれることったことがあったとしたら教えていただけると嬉しいかなと思いますけども、この編み方を私は今とっても気に入って、これで一生懸命練習して腹ペコアムシちゃんの編み込み模様のあるベストなりセーターなりを、まあ、できれば今年の冬にでもまあもうちょっと早く自分なりにこう編めるようになったら、夏糸でもいいかなとも思ったりしてるんですけど、今そんなとこなんですね。棒針編みはですね、私はね練習しても練習しても編み地がこうしっかりしない、グスグスになりやすいというかね、まあ、それでずっと気がしてここのとこねやってましたけど、今回この編み方を見て合いまして、それでちょっとしっかりした編み地が手に入るかなというふうに思いましたので、ちょっと前編みましたけど、今回この編み方をご紹介してみました。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。